せやん。見に来てもらってくれました。やっぱり雰囲気ちゃうな。点が入ってます。Yeah!
高校7番長船天心君の隣です。ご成立業高校ご点を選手いたしました。ゴール成功いたしまして、ご成立業高校2点追加、7対0になります。一瞬から交代したのかな、安田けんねんなと思った。とんでもないところに緊張するよな、こんな場面でな。言いだけ見ないね、この前に大逆転で勝たれたの。一番ショックだもんね。何本か取れないさ、差を広げといたら楽やもんな。ボールです。走れ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 走
ノットローラーウェイです。前半のラストタイムはありません。ラストタイムはありません。Thank you.
イム前半が終了いたしました。大阪府大日区代表常翔学園高等学校対奈良県代表奈良県立五泉実業高等学校の試合は0-19で奈良県代表奈良県立五泉実業高等学校がリードしております。